IT 要件定義の手法に、また IT 要件定義って何ですかって質問が出そうですけど、本人に聞いてください。はい、ね、IT 要件定義の手法にコーチングのプロセスを入れ込むと面白いのではないかと思いついたと。時間を取って組み立てたいと。何から手をつけようか、とりあえず本を買ってみた。これなんかコーチングの案件なのかね、よくわかんないね。で、だから私だったら、あ、そうなんだ、でどうしたいですかとか、何に困ってるんですかってまあ聞きます。でも結局やることは何かっていうと、コーチングのプロセスを入れ込むと面白いかどうかとは別に、そのことによって何が起こったらいいのかっていうことですよね。で、本当に何を起こしたいのかでっていうことがあって、まあ、その IT 要件定義って、まあ、どういうシステムを作るかっていう、まあ、相手にね、どういうシステムが必要なのかとか、何を期待してるのかってこう聞いていくっていうことだと思いますけど、でそういうのの中にコーチングのやり方を入れていくと、もっといろいろ引き出せたりとか、相手にとって役に立つ IT になるんじゃないかなと、まあ、そういう話だと思うんですけど、でそのことによって何が起こったらいいのか、そのコーチングをどう入れるかよりも、そのことによって何がお客さんに起こったらいいのか、何が会社に起こったらいいのか、で何が使ってる会社に起こったらいいのかっていうことを明らかにします。でそのこととコーチングってどういう関係がありそうなのかとか、コーチングに期待することは何なのかを明らかにします。で現状、これまではどういうヒアリングしてて、で自分の中ではコーチングはどう理解できてて、で何か今すぐできそうなことは何で、分かってないことは何で、現状のことを明らかにします。でここの間をどうやって埋めていくかってことを考えるってことですよ。だからいつも未来と現状を考えるってことです。でもそういうことをやっていく途中で、いや実はなんか要件定義になんかコーチングのプロセスを入れ込んでどうこうよりも、あ、実はもっと今こういうお客さんに対してこういうことしてあげたいんだとか、こういうのが本当の悩みなんだとか、こういうことを早くやってあげた方がいいとかっていうことに気がついたら、別にあそこでその、ね、将来 IT 要件定義というのにコーチングの手法を入れるなんていうことではなくて、あ、こんな風にお客さんとコミュニケーションが取れてますとか、こんな風にお客さんと貢献してますの未来に向かって動けるところを探していくっていうことをやりましょうっていうのがコーチの関わりだっていうことですよ。そういうふうにこう見てる。朝4時に起きる習慣を身につけた、あ、身につけた、これね、もう身につけました、おめでとうございます。朝は充実したが夜起きていられない。そりゃそうだよね。でこれもなんですよ、これも良かったこととしんどいことと聞きながら、本当はどうしたいのかなんですよ。でも究極ね、じゃあなんかこれ、朝4時に起きたら夜起きていられないに決まってるじゃないですか。でこれは本当に何かもうそのショートスリーパーになってもうこれぐらいの時間をガリガリしたいっていう話なのか、それともなんとなくやっぱり夜も充実させないと朝早起きした意味がないと思い込んじゃってる話なのか、何を本当に求めてるのか明らかにしないとダメです。その時にもそのショートスリーパーだとかロングスリーパーだとか、そういうのを超えてですよ、超えて本当に何を自分は生活の中で大切にしたいのか、でいつぐらいまでにどんなことを達成したいのか、で生涯にわたってどんな風に自分が生きていけたらいいのかっていうことを大切にしながら、その眠りの問題っていうのはキャリアとかね、人生全体にも関わってくることですから、だからそういう大きな視点でも考えて、本当に何か4時起きが本当に自分にとって必要なのか、で4時起きだったら何時まで充実させて何時に寝ちゃうでもいい話なのか、それとも何かやっぱり夜の時間もこういう形で使いたいっていうのがあるんだったら、じゃあ昼寝するなり何なりするなりしながらそこの時間も活用するのかで、かなりチャレンジをしながらとか、もしくはね問題が起きるかもしれないけど、めちゃめちゃ睡眠時間圧縮するような方向を探求してみたいと思ってるのか何なのかがさっぱり分かりませんから、だからそこを明らかにしていくっていうことです。本当に現状何が起きてて、何が良くて何が困ってるのか、本当に求めてることは何なのか、その先で求めてることは何なのかが分かんないと、こういう問題は全く解けませんよと。でそういうことをヒアリングしながら、で望んでる未来を明らかにする、現状を明らかにする、で今できてることを明らかにして、どうしたらもう少し現実的な目標に向かって進んでいけるかを考える、でその行動を取ってもらう、それがコーチングだっていうことです。じゃあ隣の人と感想です。